乃木坂46の久保詩織が、1月31日放送の、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時に出演。田村真由が、付き合ってます、と熱弁した推しとの偶然一致の出来事を明かした。乃木坂46は、配給、ファンだらけ、主に宮城県を舞台に、高校バレーボールを題材とした作品、配給。この日はゲストに伊藤リリアを迎え、番組終了まで様々な角度から同作品について語り合った。二人によれば、乃木坂になんせ、配給、ファンが多すぎる、という状況だそうで、久保は、このスタジオに来たいと今半価値観でるメンバーが何人いるか、と口に。伊藤も他のメンバーたちから、私、呼ばれて、いないの、とかなり声をかけられたそうで、久保も以前から何人にも、配給、会があったら何が何でも呼んでくださいね、と言われていたほどだと明かした。久保詩織、配給、は、努力の教科書、久保は、配給について、いわゆるアニメらしい、人間では出せないものを出してくる、といったファンタジーではなくリアルな作品だと形容。さらに、努力の教科書、素同作品を表現すると、伊藤も納得という様子で、めっちゃいい言葉、と大いに頷き合った。田村真由、実質付き合ってる、相手とは、また、この日は本来は久保や伊藤と同じく、配給、の大ファンだという田村も出演予定であったものの、体調不良のため出演見送りに。しかし、田村がライブツアーで宮城を訪れた際のエピソードトークが語られた。久保によれば、田村が宮城で偶然、配給の推しキャラ画像を見かけた際、その推しキャラが、先日自分が食べた宮城名物、ひょうたん揚げを食べていることを発見。すると田村が、私も昨日、ひょうたん揚げを食べたってことは、実質、推しキャラと付き合ってますよ、と熱弁を振るってきたと。久保は楽しそうに明かしていた。